住宅展示場で防音室をチェックしよう。実際に見るメリットや確認ポイント、費用相場を解説。注文住宅に防音室を設置したい方は、住宅展示場のモデルハウスを参考にしてみてはいかがでしょうか。実際に防音室を確認することで、その性能や効果を詳しく知り、目的に合った仕様を選ぶことができます。住宅展示場に防音室を見に行くメリット。広さや間取りを相談できる。楽器演奏用の広いスペースが欲しい、小さな作業部屋を設置したいなど、具体的な要望を伝えることで最適なプランの相談が可能です。防音室の費用と仕様を確認できる。住宅展示場では複数のハウスメーカーや工務店の提案を比較できるため、かかる費用と仕様を自分の目で見て検討することが可能です。目的に合った防音性能を確認できる。防音室を設置する目的は人それぞれです。住宅展示場では実際の防音室に入ってみることができるため、目的に合った防音性能を確認することができます。防音性能と予算のバランスを検討できる。注文住宅に設置する防音室は、防音性能を追求するほど設置費用が増加します。住宅展示場で防音性能の目安を確認したら、ハウスメーカーや工務店の担当者と打ち合わせを行い、費用対効果のいい設計について相談しましょう。ハウスメーカー、工務店の実績を確認できる。防音室の設計や施工には専門知識が必要なため、防音室に詳しい建築業者に依頼することをお勧めします。住宅展示場で質問をすることで、ハウスメーカーや工務店の実績やノウハウを確認することができ、信頼できる業者を見つけやすくなります。注文住宅に防音室を設置する場合の費用相場。注文住宅に設置する防音室の費用相場は、部屋のサイズや防音性能、使用する素材によって異なります。一般的には一坪あたり100万円から500万円程度が目安とされていますが、ピアノ用の防音室やホームシアター用の防音室など、目的や用途によって変動するでしょう。詳細な見積もりは住宅展示場にて直接相談することをお勧めします。動画下の記事では、住宅展示場に防音室を見に行くメリットや確認すべきポイント、費用相場について詳しく解説します。モデルハウスの見学を検討されている方は、ぜひ動画下の記事をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。